もういい加減にして。ごめんなさい。でもそんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。そんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。おい、大丈夫か。東京で芸能界に入るんだってな。え？いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私こんなところで泣いちゃって。俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。うん、ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私ミサって言います。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼馴染の先輩のことが好きなんだって。アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになること、一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディションを受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか、大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。俺がその先輩を忘れさせてやろうか。は？恋を忘れるには新しい恋が一番だ。ずっと年上の男もそう悪いもんじゃない。あの、本気で言ってます？今まで親切に話を聞いてくれてたのが台無しになりそうなんですけど。冗談だ。あ、よかった。ですよね。ああ、
で結局どうする気だ。私やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか、そう言うだろうと思っていた。女が人に悩みを打ち明けるときは大抵自分の中で答えが決まってるときだからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう桐生さん、話聞いてくれてちょっと気が楽になった。いいんだ、じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。あれはミサ。するとそばの男があいつの憧れの先輩か。あの、私どうしても先輩に聞いてほしいことがあって。急にどうしたんだよミサ。聞いてほしいことって。あの、中学の時私がアイドルになりたいって言い出した時のこと、先輩覚えてます？ああ、覚えてるよ。テレビで沢村遥の引退ステージ見たからだよな。それでアイドルになりたいっつって。ミサがアイドルに憧れたきっかけは遥のあのステージ。あの時周りのみんなは私のこと笑ってバカにしてたけど、先輩だけは違いましたよね。それからもずっと応援してくれて。実はその私、あの時からずっと先輩のこと。これ以上俺がここにいちゃ野暮ってもんだな。気づかれないうちに離れるか。ん？おうおうおう、あんなら踊れ。見せつけおるの。小金とこでちちくれようて何のつもりじゃ。何です？ちょっと今大事なところなの。あっち行ってよ。勝手に見せつけようてあっち行けだ。そいつはわしらに言うたんかの。おお、ほっとくわけにもいかねえか。おお、男の方に用はないで、姉ちゃんだけわしらに付き合えや。ほうじゃ、踊れは邪魔じゃ。痛い目合わんうちに消えるんが利口じゃど。わかりました、すいません。先輩。いや、ミサさ、この人たちもそんなに悪い人じゃないと思うし、俺来年受験だから怪我したくないし。嘘、ちょっと本当ごめんな。姉ちゃん、ええからほっとけ。彼氏、あんた捨てて逃げよったんで、あんなんより、わしらと楽しもうや。いや、絶対に嫌。あんたたちなんか、あんたたちなんか。あ？なんじゃ、おっさん。おい、邪魔すんな、こら。消えろや、おっさん。邪魔なのはお前らの方だ。間が悪いにも程があるぜ。この子をナンパしたけりゃ俺が相手になる。なんじゃこいつ。くそ、しゃあないわ。すぐに後悔させたんで。ほら、手離せ。ちーと待てよ、おっさん。わしゃ、
わしら人に頼まれて。そこまでにしてくれる？もう十分でしょ。遠藤さん、何？どういうこと？あの女、ミサのマネージャーってことだったな。彼らには私が頼んだのよ。ミサの告白を邪魔するようにってね。何？案の定、憧れの先輩は臆病者の本性を見せた。これで恋の病も治ったでしょ、ミサ。遠藤さん、私東京に行く荷造りまだしてないんです。これから急いでやらないと。そうだね、それがいいよ。ミサ、もうあの子に近づかないで。桐生一馬さん、あんた俺のことを。やっぱりそうだったんだ。この業界であなたの顔を覚えている人は多いわよ。沢村遥引退の原因になった元ヤクザでしょ。なんであなたがこの町にいるかは聞かないけど、もうミサには構わないで、このまま未練なく東京に送り出してあげたいのよね、先輩。何？まさかお前もこの茶番に一枚噛んでいたのか。ええ、そもそもこの筋書きを書いたのは全部この僕です。彼らは僕のクラスメートです。遠藤さんもそれに従ってくれただけなんですよ。ったく、えらい目に遭うたわ。みんなごめんな。今度飯をおごるからそれで勘弁してな。おう、おいじゃあの。説明してもらえるんだろうな。説明になるかどうか分かりませんけど、僕は誰よりもミサを応援してきました。彼女がどれだけ厳しいレッスンに耐えてきたのかも知っています。だからこれからアイドルになる彼女がこんな僕なんかに告白しちゃダメなんですよ。彼はミサが自分の気持ちに気づく前からずっとミサのことが好きだったのよ。それじゃお前はミサの夢のために自分から悪者になって身を引いたってことか。あいつの夢を邪魔したら僕は後で自分が許せなくなります。もし僕がミサと付き合ったとしても、いつか彼女もきっと夢を諦めたことを後悔する。ついこの間遠藤さんからミサの僕への気持ちを聞かされて、正直すごい嬉しかった。だから演技だとしても彼女からの告白を断って傷つけるなんて僕にはできそうになかった。それでこんな茶番を。僕がミサに愛想を尽かされれば彼女は傷つかずにまっすぐ夢を追うことができる。僕は彼女にどう思われたっていいんです。それで全部うまくいくなら。好きな女のためとはいえなかなかできることじゃねえな。桐生さんでしたよね。もしこの後彼女に会うことがあってもこの話は内緒にしてもらえますか。俺の本音を言えばありのままをミサに伝えてやりて。だがどうやらよそ者の俺が口出す話じゃないらしいな。ありがとうございます。それじゃあ。ありがとう桐生さん、これはほんの気持ちよ。口止め料か。ただの気持ちだってば。でもあなた有名な極道って話だったけど、思ったより話せる人でよかった。そうか、あんたも見た目よりは優しい。ミサのこと
面倒を見てやってくれ。もちろん。そういや、ミサはどこに行った？ショック受けて走ってったきりだが。ん？ミサ、いつからそこに？おい待て！私、何も聞いてませんでしたから。ならなんで逃げるんだ？あんな話を聞いてお前が混乱してるのはわかる。ある意味じゃみんなお前を騙してた。だが聞いてくれ。アイドルより陸上で上を目指せ。その足の速さを生かさない手はない。陸上選手なら恋愛したって許されるしな。バカ。ねえ、キリュウさん。なんだ？私ね、先輩が私を置いてチンピラから逃げるような人なら最初から好きになんかなってない。バレバレなんだよな、先輩ったら。すぐおかしいって思ったから帰ったふりして様子を見てたんです。アイドルになるんだったら演技も上手じゃないとね。でも嬉しかった。先輩が私のことあそこまで考えてくれてたなんて。私頑張らなきゃね。今度こそ決心がついたよ。ああ、それにあいつもお前がアイドルを目指すから安心して送り出せるのかもな。え？アイドルに恋愛は禁物なんだろ？なら私が芸能界をやりきるまで先輩は私のこと待っててくれるかな？あいつならダメだと言っても待つ気がするぜ。だといいですけど。じゃあ頑張れよミサ。応援してるからな。あのね、キリュウさん、私にとってアイドルになることは夢の第一歩なんだ。本当言うとアイドルを引退するときにやりたいことがあるんです。ん？ドームの大観衆の前で最高なパフォーマンスをして電撃的な引退宣言をするの。そして全国のお茶の間を驚かせて惜しまれながら表舞台を去るんだ。はるかちゃんみたいに。冗談だろう。さあどうでしょう。経験者としてはどう思います、キリュウさん？やめておけ。後の始末で周りのもんまでえらく大変だ。マスコミに追いかけ回されたりしてな。やっぱりそうなんだ。ああ。ですよね。